あーどうも。あーどうもどうも。今日ね、小太郎くんね、ええ、今ちょっとうちワンちゃんね預かってるんで。あ、そう。うん、ちょっとうちのワンちゃんちょっと見てくださいよ。お願いします。名前はせんべいって言うんですけど。せんべい。じゃあせんべいおいで。はいはいはい。ほら、せんべいちゃん。はい、皆さんにご挨拶だよ。どうも。トイプードル2歳です。小太郎君、ちょっと犬をね、はい、子供の頃からほら飼ってたじゃない？飼ってたね。うん、だから大好きで、物心ついてからずっと犬がいたの。わかるよ。うん、でもほらこっち東京に出てきたから飼えないじゃない。うん。で久しぶりにさ、こう預かることになったりしてさ、うん、犬の習性みたいなのを思い出したんだけど、はいはい、やっぱ犬ってさ、猫と違ってさ、外でさ、ほら田舎飼うじゃない。まあね。だから世界中がトイレなんだよね。そうだよ。だから部屋にいるとおトイレのが大変なのよ。そうなの？うん。しつけできないの？ね、子供の頃をしつけで一回覚えるでしょ。うん。でも散歩を知ることによって世界を知るじゃない。なるほど。だから小太郎くんが、小太郎くんが不良になったのと同じ図式なんですよ。幼稚園児の頃は可愛かったでしょ。そうね。でも近所のパン屋に盗みに入ってコーン食ってた頃は悪くなるでしょ。まあね、可愛いもんだけどね。だからね、おトイレ一回忘れる時期になっててね。あ、そう。うん、だからもうおトイレしに出さなきゃいけない。外で。外で。ペットボトル片手に散歩しながら。そう、片手に、そう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 。大変ですよ。その点猫はね。猫はほら、砂場みたいのをさ、そうそう、用意しとくとさ、最初から DNA にさ、うん、そこがトイレって分かってるみたいでさ。いや、分かってるっていうかね、うん、初めて家に来るでしょ。うんうんうん。来てね、1時間以内にね、うん、もじもじし始めるんですよ。あ、もうすでにね。そう、その時に手と足を持ってね、うん、こうやって一緒に進んでいくわけ、トイレまで。なるほどなるほど。それで掘っておしっこさせるわけよ。うん。そうすると永遠にそこでする。永遠にそこでしょ。うん。だからワンちゃんはそれがさ、一回忘れるが散歩っていう、これ広大な世界を知っちゃうから。地面だね、ワンちゃんも。そうなんだよ。で、どう考えたって孝太郎君、草むらの中で決めるさ、うんち以上に気持ちいいものはないでしょ。そうかもね。うん、それでね、戻れなくなるんだよね。なんかアフリカのあたりでしてみたいね。そう、そういうことでしょ。小太郎くんもしてみたいでしょ。うん、アフリカのキリンとかを遠くに見ながら。そうそうそう、してみたいね。そう。丸いのトイレでするのだいぶ違うよね。だいぶ違うでしょ。まあ、うん、案外あと小太郎くんさ、うん、池袋のラビのトイレが混んでるよね。ラビはだって2つしかないじゃん。そう、だからここぞっていう時にさ、うん、ボックスが、だからくねり入るでしょ、たまにほら、何か選びに行くと。でもラビでくねるようじゃ素人だね。でもさ、小太郎君、ラビのでかさって言ったら、小太郎君、総本山って書いてあるんだから、いや、総本山ね、うん、忘れてまっちゃうね、元三越なんですよ。あ、そうだね、三越だね。昔の作りなんだよね。つまりトイレは。あのキャパシティで、うん、2つってだね。うん、各フロア、うん、各フロア地下に関しては1個だからね。そうでしょ。で、こうだけだから6階でさ、くねって3階まで降りてもいっぱいってことが常にあるわけですよ。そこ行くとね、丸井はね、うん、各フロアに4つほど用意されてるんですよね。あ、そうなんだ。そう、それはでかいね。いろんなそのトイレはやっぱ覚えておいた方がいいよね、街で。そうだね。だからね、こう、犬を預かって初めてトイレの大事さを知ったよ、小太郎くん。そうでしょ。うん。ここでは絶対トイレ行きたくないっていうところに行く前とかさ。その周辺ね。経路をね、作るもんね、頭の中でね。で、マジやばいもんね。やばいよ。うん、ほんと。しかも、このコロナの時期、汚いトイレ絶対行きたくないじゃん。無理だね。うん。ラビで素人だね。いやいやいや、総本山だよ、小太郎くん。総本山のさ、うん、一番駅側の階段見てみなさいよ。見たことない。三越のままで古いから。あ、そうだっけ、うん、一番駅側の方ね。そうそうそう、あそこでこう歴史を感じてよ。
あそこは作り変えられないもんね。変えられないですよ。ある意味だからすごい立派だよね。あ、逆にね。安っぽくないというか。うん、昔からあるね。うん、そう、まあ、建物だから。そう。なるほど、詳しいね。まあね。いちいち。知らないことないな、なんで。やばいね。はい。そろそろ孝太郎さんもあれですか、もう東京アラート出てるんですけど、外は出てるの。まあでもね、消極的だね。まあこれ薬ができるまで出られないよね。出てもなんつうんだろう、こうイエーって感じじゃなんないね。まあね、あとマスクが熱くてさ。マスクね。うん。これから大変ですよ。ね。でもいよいよあれじゃない、孝太郎君、普通にマスクが買えるようになってきたね。買える買える。アベノマスクまだ5割ちょっとしか配られてないらしいけどさ。うち来たけどね。あ、来た。でもこの間アベノマスクして歩いてるおじさん見たんだよね。マジで。初めて見たんだけど。うん、なんつうんだろう、こうやっぱいつも安倍さんがしてるの見てるからかさ、うん、なんかトレンドな感じがするね。流行に乗ってる人が歩いてきた、もう自流に乗ってるって感じ。うん、うん、まあそう、やっぱりそれあんたね。じゃあ何、俺たちがさ、うん、小田君70年代後半にフルーツオブザルームの普通の T シャツ着てるイメージ。そうよりももっともっとだね。もっとなんだ。もっといけてたね。ああ、そう、イケてる。イケてるかイケてないかじゃないけど、なんつうんだろう。もっと時代を象徴してる。やるじゃんって感じだったね。マジで。うん。グルービーケースバリってこと？だから77年の冬ぐらいからさ、うん、スタジャンが流行るんだけどさ。流行った。うん。それは当たり前にもう9月から早めに来てる感じだったね。なるほど、なるほど、うん。先取り感があるんだ。うん。まあでもしないけどね、俺は。アベノマスク？うん。しませんよ。しないでしょ。作るこれ、ね、これ今から乗ったら孝太郎君の優しさ増産どころじゃない、痛い目に遭うんじゃないのこれ。冬に向けてさ。冬？冬。それより涼しいマスクが欲しいよ。いや、マスクってね、あったかいんだよ。あ、結局ね。だから冬場にちょっとあったかいマスク作るとバイクも自転車もかなり楽になると思うよ。そうだね。だってさ、寒いっていう理由だけでさ、してたもんね、高校の頃とか。そう、これのマスク。じゃあ松本君にお願いするしかないのこれ。まあ、でも今から冬を作って秋にワクチン完成なんてない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 らしいよ。それはない。来年以降だよね。つまりもう年内ライブないってことだな。てかできないよね。さっきもジムでさ、うん、バーのマスターだったけどさ、うん、向こうは再開したらしいんだよね、うん、でそちらはって言われて、いやこちらはまだなんですよって言う人だったもんね。だってさ、こうたるが東京都の示しているステップ3ってあるじゃん、うん、とりあえず最終的な全部開いていい的な、はいはい、このステップ3をさの中にもライブハウスとか入ってないからね。そうだね。だからライブハウスステップ100ぐらいなんですよ。これね、森屋にね、ワッチャステップって歌ってほしい、孝太郎君。いや、そうね。うん。どうしようなでも。ねえ。ライブぼちぼち始める人も現れ始めててんじゃない？でもさ、孝太郎君、あれなの、いわゆるソーシャルディスタンスの2メートルっていうさ、うん、感覚で椅子を置いて、うん、それ例えばクアトロだったら50人しか入れませんよっていう椅子の配置でも、うん、ちゃんとできれば、うん、ライブはやっていいの？いいんじゃないの？で、神奈川は全面 OK でしょ？あ、そうなんだ、うん、ライブハウスが。え、神奈川でやる？神奈川、岩手、神奈川、岩手って言ったらどう？ああ、神奈川マンスリー。神奈川マンスリーいいよね。ああ、じゃあそういうことしかできないもんね。岩手もだから1週間ぐらい泊まってやる？そう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 、だから。だって岩手は感染者ゼロなんだからさ。でも1日やったって売り切れないんだよ。あ、そういうこと。それを1週間やってもね。確かにね、うん。ただ疲れるだけだよね。神奈川マンスリーいいんじゃない？神奈川はいいよね。近いしさ、うん、
でもそうやって始める人出てくるんじゃないの？出てきますよ。やってらんないんだもんだって。ねえ。まあ最初にフラ監督が始めてすごく叩かれて、俺たちはその後しれっとやるっていいね。叩かないよ。叩かないか。ホストクラブだったら叩かれないじゃん全然。いやでも夜の街、夜の街散々言われてさ、大変じゃない。夜の街って歌作る夜の街ね、僕の街を変えちゃえばいいじゃん。そうね、夜の街のさ、でも従業員はさ、あの検査してくれるらしいよ。いいね。だから一番いいのはさ、だからもう全員検査してさ、うん、無症状でも、うん、ウイルスある人はちょっと休んでもらってっていうのが一番いいよね。まあそうなんだよ、本当にその、そういうことよ。ねえ、だってそれやったらさ、別に誰にさ、100万円渡すとかそういうことやんなくてもさ、今後ね、いいわけじゃない。お金どうせ使うなら。そうそうそう。だからそういうなんか免許証みたいのさ、うん、証明書みたいのを1ヶ月有効みたいのさ、とりあえず持ってればライブハウス来てもいいですよとか、どこに入れますよみたいなさ。そうね、今デパートぐらいの感じでいいんじゃないの、あの入り口でさ、うん、体温を測ってさ。あとね、俺ね思ったんだけどね、フェイスマスク、あのシールドとかやっぱりマスクとかをつけて、あのまあギツギツにならない程度に、まあ、半数ぐらいでやってもいいんじゃないのと思うんだよね。やる？ちょっと考えて、みんなで考えていかないとダメだと思う。俺らはフェイスシールドつけてるとね、俺たちはこれ歌うからできないけど、新しいディーボみたいになっちゃう、ね、そう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 。でもゴータルがあれ、あの次のアルバムジャケットは俺たちもあのフェイスシールドを4人でかぶってさ、うん、あのザ・フーの不死身のハードロックみたいに撮ってでマスクして、いいと思う。マスク&シールズ。でもリリースホローでちょコロナ落ち着いてたから、そうだねすごいダメな感じになってるよねそれね、うん、今月リリースだったらね。そう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 、緊急リリースしかないもんなそれね、うん、そうなんですよ。ただ先日ね、ゴータルが、うん、有料で配信した動画あるじゃないですか、はい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 、あのリビングルームライブショー、うんうん、まあそこそこ、まあ、予定してたっていうか予想してた数字以上にみんな見てくれてるみたいでね、うん、ああそう、うん、やっぱりみんなライブに飢えてんだなって思いましたよ。次半分だからね。そうね、うん、その半、次半分になったとして、うん、やるべき数字だった、ちょっと分かんない、俺知らないけど、まだこれからほら最終的にまだ終わってないから、うん、ぜひやりたいんだよね。放送してる時は終わってるんだけど、そっか、だからそれの様子を見ながら何回か続けた方がいいと思うよ。だって1月2月しか作ってないってことはさ、うん、在庫ありってことでしょこれ。ああ全然あるし今もう3月4月入ってますからね。えうん、だから6回シリーズまではやれるんですね。でもこれで OK だったら、うん、まあ1年ぐらい蔵出しでいいんじゃないのそんなわけにいくかお前それさすがにみんなしびれちゃうよ。だからさ、それかやっぱり本当にソーシャル、超ソーシャルで、うん、クワトロに30人入れてライブやるからな。それでそれを撮るからな。そうね。ただ難しいのはその撮って配信する予算っていうのがほらカメラマンだったり配信するスタッフだったりっていうのをこう考えると非常にそこでの赤字が見込まれちゃうんだよね。生配信は無理だな、だから。うん、だからそれを考えるとね、やっぱどうしても難しいんだよね。つまり在庫だから成立したっていう数なわけね。いやいや、俺たちはね、本当にね、そういった意味ではね、あの、うん、2018年のね、うん、あのマンスリー1年やったっていうのが、でほぼあの一月にあたり 3,4 曲しかブルーレイに入ってなかったじゃない。そうだね。うん、でちゃんとしっかり撮ってあるし音も映像も、うん、だから今回これできたと思うけど、これから撮ろうっていうのはね、なるほど、うん、そのスタッフ代を考えたら絶対できない。そうだね、うん、本当に残り物に吹くとはこのことだよね、小太郎君まあそうだな、この前の動画の
うん、ほらリビングルームライブショーのさ、あの深海魚はさ、なんでブルーレイに入れなかったかっていうぐらい名演だったよ、うん、見たよ。さすがにほら12ヶ月分をさ、あの時一遍っていうんじゃないけど見てたから、いろいろさ、こう天秤かけてるうちにどんどん弾いてったわけだよ、うん、だからクレイジーラブフォーユーとかもそうだけど、あやってたね、うん、だから、ね、まあ、残り物とは言っても全然残り物じゃないなと思ってさ。そりゃそうですよ、うん、あとさ面白いのはやっぱりさ、アーカイブで見てもいいんだけど、あれリアルタイムで見るとなんかこうライブを見てる気になるね。それやっぱあれだよ、あの再放送で見る傷だけの天使みたいな。そう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 。あの DVD で見るのとやっぱ違うんだよね。やっぱ違うんだよね。うん。やっぱ誰かが見てるって思うからかな、あれ、うん。不思議な現象でもう一回見ちゃうんだよね。そうそう、で不思議なさ、なんか高揚感あるよね。うん。だからちょっとなんかこれ続けたいなって思ったんだよな。続けましょうよ。じゃあもう、うん、来週ぐらいに。これ早い。いやこれ一月空いちゃうとね、またね。そうそうそうね、一月空けない、ね、そうだね、今月中には2回目やりましょうよ、うん、ぜひとも、ぜひ、ね、だって次3月4月でしょ、うん、やっぱりこれから暑くなってくるんだから夏のシーンも入れたいよね。そうだね、うん、もうすぐ夏だもんね。そういいじゃん、はい、やりましょうよ、ぜひお願いしますよ。ちょっとメール読んでみますよ。はい、はじめまして、19歳女スーと申します。スーさん、お二人に相談です。はい、私は高卒で就職して1年と少し経ちますが、うん、今年の1月頃に上司に告白されました。おですが、そんな目線で見たことがなかったのですみませんと断らせていただきました。なるほど。すると数日後、うん、まだ諦めてないよと小声で耳元で囁いてくるささやきおかみ、現実世界でです。これが許されるのは少女漫画だけだと思いませんか。またコロナの影響で在宅勤務になってからもいきなり電話をかけてきて、うん、ズーム飲み会しようよと、あ未成年を誘ってきたり、うん、正直ないです、無理です。なるほど。もちろん断りましたと。告白していただいてから少しの期間はうん、自分自身が元彼が忘れられないということもあってのことだったので、うん、ちょっと考えていたのに、うん、こういうことをされてしまったので生理的に無理になってしまったんです。なるほど。職場で勤務するようになると毎日顔を合わせるのは憂鬱です。その方にどういう対応したらいいでしょうか。なるほどね。なんかよくありそうな話じゃない、これは。上司の年齢が知りたかったな。確かにね、それ随分変わるよね。変わるね、うん、どうやってかわしたらいいの。普通にすればいいんじゃないの。そうだね、普通が難しいんじゃないか。だって今昔みたいにさ、うん、会社のなんつうそういう部署の中で一丸となってないでしょ。昔昭和と違って ないよ。あんなさ全員でさ、うん、三億事件の犯人を追い詰めたようなそう事務所じゃないでしょ。だだだよ、誰だって誰じゃくっつけようみたいなおばさんもいないだろうし。だったらもうおはようございます、さようならでいいよ。うん、そうだよね。ああ、だって今のご時世さ、仕事を辞めて仕事をこれからコロナでさどんどん減るから辞めない方がいい。そうだね。うん、しかしこの上司もダメな男だな、これ。空気読めないけどこれのことだよね。ことだね。うん、まだ切られてないよって耳元でささやくってね。いいな。ささやいてどうなるかって。自分に自信があるのかね。なるほど。そういうのを知りたいよね、ちょっとね。でも結構さ、小太郎くん、俺たちってさ、こうあの人前で歌ったりさ、なんだりしてるからさ、すごいうぬぼれて自信家みたいに見られるじゃん。ああ。でも実はそうじゃないよね。全然違うね。むしろさ、最初そういうところがあったかもしれないけど、デビューして世の中に出てきて叩かれるじゃん、もう。うん、自分の思うようにならないし、余計なことも言われるし、うん、もうなんて気にしてることをずかずか言われたり。うん、だから余計そういう気にならないじゃない。ならないね。
したらこの前さ、中学の同級生でさ、高校の時一緒にバンドやってたさ、もう酒飲みの同級生が電話かけてきてさ、還暦記念にさ曲作ったんだけどさ、詩を作ってくれって言ってよで、こいついつから止まってんだって思ったんだよね結構いい曲できたんだよ、お前のアルバムに入れてもいいよぐらいの調子で言うからさ、だからこういうやつって少し打たれてこいと思って。そうね、だから世の中のやつってそういうやつ多いのよ結構。いや意外と多いよ、意外と多いでしょ。多いよ本当にね、やれると思ってんだよ。多いと思うね、うん。だから困っちゃってさ、俺も忙しいんだよっつって断ったんだけど。あ、そう、あ案外いるよね。多いんだよ。で、まあ、じゃあこれはまあ普通にしろと。まあ普通に接すればいいんじゃないですか、なかったかと思うように。そうっすね、それ以外ないでしょ。ズーム飲み会しようよっていうねいいよねあのさ、これが会って飲むより嫌だよね。だってすごいさ、なあなあの中ならいいよ、友達とか。うん、わかる。これからさ、よろしくっていう女性と、俺はそんな根性ないね。根性ないしさ、すごいよね、そこでね。いや、すごいと思うよ。何喋んだろう。こんだけお酒行こうよってわけいかないもんね。行かないね。ほんとに。すげえだよな、いや、世の中すごい。そうなんですよ。もう一つ読みますかね。はい、こんにちは。今日はお願いがあってメールさせていただきました。はい、どうも。うちの父と母は生粋のコレクターズファンです。お、 CD や DVD はもちろん、ライブや握手会にも足しげく通っていました。そんな母がつい先日脳出血で倒れました。今後どうなるか分からない状況でリハビリを少しずつ進めています。父は慣れない家事などを頑張っていますが、やはり不安な気持ちいっぱいだと思います。そんな父と母にエールをいただきたい。なるほど。ドクターズは生きがいの2人です。すごく嬉しいと思います。母が元気になったら私も含め3人でライブに行きたいと思ってます。それを目標に力を合わせて頑張ります。すごくわがままなお願いですが、聞いていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ハレミッチママ。なるほどね。まあでも長く生きてるとね、こういうことは絶対にこう予期せぬ感じで起こるからね。ですね。うん、まあでもリハビリをしてるってことはまあね、回復に向かってる。そうでしょ。だんだんこう解放に向かってるってことだろうから、まあリハビリ無理せず頑張ってもらって、まあ俺たちはね、まあ、まあこれからもバンド続けるしかないんでね、5年後でもいいから見に来てくれれば元気にね。そうですね。こっちがリハビリしなきゃいけなくなるよね、小太郎くん。そうね。父がまさきさんで、母が沙織さんですね。なるほど。まあ、お二人で力を合わせてですね、復活して乗り越えてですね。うん、そう。まあ、父もね、慣れない家事など頑張ってるんですけど、うん、家事って楽しいですよ、慣れると。あ、そう。うん、俺さ、ノークッキングマンだからさ、ダメなんだよね。目玉焼き焼くのだけで燃えるよ。あ、そう。もう誰にも焼かしたくないで、ね。頼れる男だね。死ぬまであんな楽しみに絶対自分でやりたい、死ぬまで目玉焼き、うん、ほんと、うん、すごいね。何もできない、もうコーヒーにミルク入れるぐらいだ。あ、そんだけできれば十分だよそういうことだ。まあノークッキングね、まあ、ここまで来たらいいんじゃない、ノークッキングでさ。しょうがないよね、しょうがない。男は台所に立たない世代としてさ。いやいやいや、それは俺より全然前だから、だからそこと一緒にしないでいやいや、だって1960年生まれはもうちょっとモダンでしょ、小太郎くん。今となっちゃってそっち寄りなんだ俺らも。いやまあそうだけど、そうだけどさ、はっきりさせてよ。そこ大きいよ、小太郎くん。宗清さん派なのか、そっちじゃない派なのかさ。まあピロリかピロリじゃないかで判断するしかない。そういうことね。今後のコレクターズですね。はい、振り返り公演のコレクターズ、札幌が中止になったと。ああ、中止。払い戻しなどはおっしゃるサイトで確認してください。はいはい。
6月7日の渋谷クアラブクアトロ祭り、これ一応6月7日が9月13日延期ですね。延期、怪しいな。払い戻す方などはお知らせで確認していただき、なるほど。で、来年の荒巻に出演が決定って、6月に動くんじゃないよこれ。いやいやいや、ちょっと希望を持たせないと、こたるくん。そうですね、うん、まあ4月29、30、5月1日、2日と、うん、に今出ますと、これ2つ、ね、だってさ、こたるくん、フジロックだってさ、うん、今年中止になったやつがさ、うん、来年使えるんでしょ。そうらしいね、うん、だったらいいじゃない、来年のこと言っちゃっても。そうですね、うん、現在ですね、アーカイブを YouTube に移行中と。はい、まもなく全て YouTube に移行完了。なるほど。チャンネル登録をしていただきたい。 Spotify でもシーズン8が聴けるようになりました。なるほど。詳しくはですね、全てザ・コレクターズのオフィシャルサイトで確認してください。英語のポッドキャストはスタジオ MOG の音楽誌ドーナツのサイトからダウンロードできますと。できます。写真館アーカイブはこちらにあります。はい、毎週水曜日更新。 Pメール受付中、ドクロ24@gmail.com こちらにお待ちしております。はい、それではですね、はい、また来週お会いしましょう。はい、Do the download Do the download 池袋交差点24時